ファミリーコンピュータファミコン 3D システムファミコン 3D システムとは、任天堂から1987年10月21日に発売されたファミリーコンピュータの周辺機器。小売価格6000円。スコープとアダプタから構成される。専用のアダプタをファミコン本体の拡張端子に挿し、スコープの端子をアダプタに差し込んで使用する。 アダプタには拡張端子のメスも備わっており、ジョイスティックなどとの併用も可能。シャープからもツインファミコン用の 3D システムが発売された。当時 VHD やセガマーク3の機器として用意された 3D システムとほぼ同等品である。テレビ画面で左右独立した映像が交互に高速で切り替えながら表示され、画面と連動して、 左右の液晶シャッターが開閉するメガネの形状をしたスコープを通じて、視差を利用した液晶シャッター方式による立体視を可能とした。対応のテレビは不要で通常のテレビがそのまま使用できたが、ちらつきが目立つこと、周辺機器としては高価なこと、スコープをかけていないと映像が二重に見えるだけなので、大勢でのゲームプレイには向かなかったこと、ハード的な制約もあり、 前述の点滅速度、周期が遅く、目に負担がかかることなどの難点があった。売り上げは伸び悩み、ソフトのリリースは1年ほどで途絶え、代用ソフトも7本で終わった。シャープから発売されていたパソコン、X68000 シリーズに装備されていた立体子端子に、投機器を接続して、3D を体験することができた。ただし、と x の端子は、 コネクタの形状が異なるため、サードパーティーメーカーの満開製作所が発売した変換アダプタセットの利用、もしくは電波新聞社発行のパソコン雑誌に掲載されていた回路図をもとに変換機器を自作し接続する必要があった。対応ソフトとして発売されたものは電波新聞社から発売されたセガのファンタジーゾーンだけであるが満開製作所が発行していた。 ディスクマガジンにて、他のゲームでも 3D 化するパッチが配布されており、他何種類かのゲームにおいても、疑似的に 3D を体験することができた。任天堂が家庭用立体 t v ゲーム 3D、ファミコンスクウェア、コナミ好みなどが対応ソフト、ゲームマシン第314号、1987年8月15日、4面。a b 大口隆行。 第3の革命立体 3D 映画の時代第11回映画 .com2010 年11月22日 AB My Way 出版ファミコンクソゲー番付2017年1月25日 P28AB コアムックシリーズナン、no. バー682電子ゲーム懐かしブック P117 ありがとうございます